マクラーレンセナは、マクラーレンオートモーティブが開発したスーパーカーである。P1 に続く、アルティメットシリーズの第2弾として2017年12月10日に発表され、全世界500台限定で販売された。イギリス本国での定価は75万ポンド。マクラーレン史上初となる、サーキット走行を重視したロードカーとして開発され、 行動とサーキットの双方で優れたパフォーマンスを発揮することを目指した。軽量化のため P1 で日常利用を考慮して搭載したプラグインハイブリッドシステムは採用を取りやめた。エクステリアも空力性能を重視してエアロパーツを多数装着するなど、それまでのマクラーレン車とは一線を隠すマシンとなっている。社名は往年の命令シングドライバーとして知られ、 1988年から1993年の間にマクラーレンチームへの在籍経験もあったアイルトンセナに由来する M840TR 型4.0リットル V 型8気筒 DOHC ツインターボエンジンが搭載される 720S の M840T 型を改良したユニットでスペックは最高出力 800PS7250 RPM、最大トルク8 1 6 k g ス m 5500から 6700rpm であり、マクラーレン史上最強のスペックを発揮する。トランスミッションは7足 DCT のみが組み合わせられる。車種はモノケージ3と呼ばれるカーボンファイバー製のモノコックを採用。ボディパネルもフルカーボン製とすることで軽量化を完工し、乾燥重量は マクラーレン回1に迫る 1198kg を実現した。サスペンションは4輪ともダブルウィッシュボーン式。レースアクティブシャシーコントロール2と呼ばれる制御システムが組み込まれており、4輪それぞれの車高やダンパーを状況に応じて最適に制御する。ピレリ製の P0 トローフを R にセンターロック式のアルミホイールが組み合わせられる。タイヤサイズは フロント245、35R19、リア315、30R20。室内軽量化のために内張りは最小限に止められ、各部にボディを形成するカーボンファイバーが剥き出しとなっている。ニザール、バケットシートもカーボンファイバー製である。内張りは標準でアルカンターラ製だが、オプションでレザー製に変更することも可能。 ボディ各部にエアロパーツを多数装着し、空力性能を重視したデザインとなっている。フロントのエアロブレードとスワンネック式のリアウィングは、可動式である。ダウンホースは、レースモード使用時、時速 250km で、最大 800kg に達する。サイドドアは従来モデルと同様に、ディヘドラルドア方式を採用。500台の限定販売で、 発表と同時に完売が報じられた。日本には十数台が輸入されている。セナ GT-R2019 年3月8日に発表されたサーキット専用車。フェンダーはさらにワイド化され、フロントスポイラーやリアディフューザーも大型化されるなど空力性能が強化されており、最大で 1000kg を超えるダウンホースを発生する。サスペンションは、 グループ GT3 カー向けのシステムをベースに開発した専用サスペンションを採用。エンジンはロードカーと共通だが最高出力が 825PS に引き上げられている。インテリアではエアバッグやセンターパネルを省略することで車重は 10kg 減の 1188kg となった。ありがとうございます。